もうすぐクリスマスね。そうですわね。クリスマスの飾り付けで街がキラキラしてるよね。リン、あれ見るとワクワクしてくるにゃ。ねえ、みんな、ランジュとクリスマスパーティーをしない？したいと思わない？ランジュ、皆さん予定があるかもしれませんから、無理を言っては。もちろんしたいわよね。わかってるわ。ランジュに任せなさい。もうプランはあるのよ。ランジュちゃんがやるクリスマスパーティーか。なんかすごそう。チカ、あなたの期待は裏切らないわよ。会場は貸し切りのクルーズ船にしようと思ってるの。クルーズ船？船ですか？冬に船上パーティーは寒いのでは。もうまんたいら、屋外用のストーブは完備しておくわ。それにパーティー自体は室内でやるつもりなの。一流のシェフとパティシエを呼ぶから、最上級の料理とケーキを期待しててちょうだい。クルーズ船でパーティー、最上級の料理とケーキ。これ以上ないってくらいゴージャスなクリスマスを過ごしましょうね。期待でしょ。ランジュ、みんなのためにドレスも用意するつもりよ。ランジュ。何よ、しおり子、顔が怖いわ。怖い顔をしているんです。私たちは学生です。そんな身の丈に合わないパーティーはよくありません。確かにそうですわね。全部ランジュさんに任せてしまうというのも気になりますし。ダイヤまで？聞いてください、ランジュ。私はランジュや皆さんとクリスマスパーティーはしたいです。ですが、私がやりたいのは全部誰かに用意してもらうものではありません。自分たちで、みんなで力を合わせて楽しいことをしたいんです。しおり子の言う通りですね。確かに一流パティシエのケーキには惹かれますが。ケーキなら私、みかんケーキを作りたい。それならリンはお部屋の飾り付けするにゃ。ほら、皆さんもこう言っていることですし、私たちでパーティーを作り上げましょう、ランジュ。まあ、みんながそう言うなら、わかったわ。飾り付けの材料はこんなところでしょうか。飾
り付け隊長のリンちゃん、どうですか？うん、バッチリにゃー。しおりこちゃんのお部屋、クリスマスっぽくにぎやかに飾り付けちゃうよ。私の部屋、和室なのですが大丈夫でしょうか？リンに任せて。では、飾り付けの材料は揃ったということで、次はプレゼント選びですわね。プレゼント？プレゼントなら、ランジュが何でも用意してあげるわよ。好きなものを言いなさい。ランジュ。海、顔が怖いわ。これは怖い顔ではありません。プレゼントはみんながみんなへ贈るものです。パーティーでプレゼント交換をするんです。プレゼント交換？みんなで輪になって手にプレゼントを持つの。それを曲に合わせてどんどん隣の人に手渡していってプレゼントをぐるぐる回すんだよ。曲が止まった時に自分の手にあったものがプレゼントです。やっ、楽しそうね。やりたいわ。そのために皆さんがそれぞれ一つずつプレゼントを用意するんです。ここで買いましょう。各自プレゼント買えたらまたここに集合ね。プレゼント誰に渡るかわからないのね。スリリングで楽しそうだわ。でも誰に渡るかわからないなら何を選んだらいいの？どうやって選ぶの？わからないわ。ランジュさん、どうしたんですの？そんなにうなって。ダイヤ、ちょうどいいところに来てくれたわ。もうプレゼントは選んだ？まだ考え中ですわ。いろいろあって悩んでしまいますわね。ダイヤも悩むのね。ランジュも悩んでるのよ。みんな何をもらったら嬉しいのかしら。とっても真剣なお顔ですわね。真剣よ。ランジュのプレゼント、喜んでほしいもの。ランジュさんがそういう気持ちで選んだものならそれが正解だと思いますわ。そうかしら。いえ、そうね。ランジュが選んだものだもの。ありがとう、ダイヤ。
こんにちは。ご足労くださりありがとうございます、ダイヤさん。こちらこそ。今日は賑やかにしてしまうかもしれませんから、お家の方にご挨拶を。そうですね、私もご挨拶させてください。お気遣いありがとうございます。でも今日はみんな出払っているので大丈夫です。それで、すみません、お二人だけ少し早めに来ていただいたのには訳があるんです。しおり子、ここにいるのがあなたと私とダイヤということで察しています。お料理やケーキ、飾り付け、各担当決めについてでしょうか。察していただき助かります。そのことについては私も担当決めの時に言おうと思っていたので。私たち3人が残り3人を監督するとしましょうか。よーし、ケーキの飾り付け頑張るぞ。うみちゃん、お部屋の飾り付けはこの飾り付け隊長のリンに任せるにゃ。ここにあるものを盛り付けるだけなんてランジュには楽勝すぎるわ。では皆さん取り掛かりましょう。はい。わー、目の前にみかんがこんなにたくさん。目の保養だよね。チカさん、つまみ食いはダメですわよ。ぬぬ、こんなにたくさんあるんだから一個だけ。仕方ありませんわね。ケーキの盛り付けが終わって余ったらですよ。やった、よし頑張るぞ。みかんケーキに決まってからね、私飾り付けの動画とか見て勉強したんだ。どういう飾り付けにするか絵に描いて研究もしたし。だからダイヤさん見てて、完璧な飾り付けしちゃうから。チカさんがそんなに熱心にお勉強を。はあ、学校のお勉強もその半分くらいの熱意があれば。ダイヤさんやめてよ、お勉強のことは後にして。今日はクリスマスパーティーを楽しもうよ。まあ確かに今日こんなことを言うのは無粋ですわね。あ、チカさん、そこはもう少し右に寄せた方が見栄えが良くなると思いますわ。私たちはお料理の盛り付け係です。ここにあるものを任せなさい。パーティースタイルにすればいいのよね。
そうです。でも唐揚げなの？お肉はドカーンと存在感のあるものがいいんじゃない？骨付き肉とか。クリスマスは七面鳥というではありませんか。唐揚げは七面鳥でもないでしょ。それはそうですが、予算にも限度がありますので。男女が用意してあげじゃないわね。みんなでやるのよね。そうです。男女も分かってくれましたね。当然よ、男女だもの。じゃあパパッとやっちゃいましょう。はい、盛り付け方はネットで見つけたものをプリントアウトしてあります。リース型のポテトサラダと唐揚げツリーを作りましょう。キャハッ、かわいいわねこれ。ふふ、ランジュに任せなさい。そうやみくもに積み上げてもダメですよ。ほら、やり方がちゃんとあります。正しいやり方で進めればできるはずですから。あら、おかしいですね。これで間違いないはず。どうしてほら、しおり子だってできないじゃない。いえ、ちゃんとこの通りにやればできるはずが。難しいです。ほら、もう泣かないのよ、しおり子。泣いてません。ランジュ、ちゃんとプリントを見たわ。しおり子の言う通り、見ながらやれば簡単だったから。ほら、ここまでできたわよ。え、すごい。もうすぐ完成ですね。一番上の飾りはしおり子が乗せていいわよ。ランジュ、リース型ポテトサラダの作り方はこれです。ふんふん、わかったわ。しおり子、ブロッコリーを取ってちょうだい。にゃりん、りん。よそ見をしていたら終わりませんよ。だってお料理の匂いにつられちゃうんだもん。ほら、うみちゃん、みかんケーキも美味しそうだよ。え？順調ですわ、ちかさん。
とても綺麗に飾り付けできています。うまくいきすぎてみかん余らないかも。確かに素晴らしい出来栄えですね。ダメダメ、いけません。私たちにはこのお部屋を最高のパーティー会場にするという使命があるのですから。そうだったにゃ。リンは飾り付け隊長なのですから、隊長らしく指示を出してください。わかったにゃ。海ちゃん、そこはもっと上、その方がバランス良くなると思うにゃ。はい。ふう、いい感じにできたにゃ。ええ、素敵です。さて、最後はツリーですね。私、ツリーの飾り付けって毎年すごくワクワクするんです。楽しいことの象徴のようだと思いませんか？わかる、リンもそう思うにゃ。小さい頃はほのかや小鳥と一番上の星を飾るのは誰か言い合いになったこともありましたね。星はみんなつけたいよね。では今回は二人で一緒につけましょう。星に願いを込めて。楽しいパーティーになりますように。では皆さん、準備が整ったようなのでパーティーを始めましょうか。みんな、コップにジュース入ってる？なみなみにゃー。では発案者のランジュさんが始まりの合図を。クリスマスパーティーの始まりよ。メリークリスマス。メリークリスマス。おいしいにゃー。これってクリスマスツリーの形だよね。可愛くておいしいなんて最高にゃー。そうよ、もっと唐揚げがあったら天井に届くほどの唐揚げツリーにしたわ。このリース型のポテトサラダも可愛いよね。特別な感じがしていつもより美味しく感じますね。ええ、本当に。ランジュも食べてください。ランジュがあんなに綺麗に盛り付けてくれたんですから。ランジュが盛り付けただけあるわね。最高だわ。ポテトサラダも、ここはしおりこが盛り付けたところね。すみません、ちょっと不格好ですよね。おいしいわしおりこ。
二人でやったんだもの。美味しいのも当然ね。ねえねえ、みかんケーキも食べようよ。待ちきれないよ。食べたいです。チカたちが飾りつけてる時から気になっていたんです。チカさん、今日のためにみかんケーキの絵まで描いて研究したそうですよ。本気だにゃ。だって大好きなみかんを使うんだから、少しでも可愛く見せたいし、だから絵を描いて研究したんだよ。まあでもそんなことはいいから食べよう。甘くて酸っぱくて美味しい。やっぱりみかんは何と合わせても美味しいよ。ランチも食べたいわ。はっ、美味しい。いちごより爽やかな感じがするのね。みかんケーキ、ランジュ大好きだわ。本当ですね。みかんケーキ、さっぱりしていていくらでも食べられそうです。じゃんじゃん食べて。次はみんなお楽しみのプレゼント交換ね。ランジュさん、プレゼント選びでは苦戦していましたものね。あれはランジュには少し難しかったわ。でもダイヤのおかげでいいものが選べたのよ。シュシュ、ダイヤ、お手伝いができたのなら嬉しいですわ。じゃあ早速やるにゃ。音楽スタート。わあ、バスグッズですね。シャワージェルにバスボム、なんて綺麗なんでしょう。あ、それ私が選んだやつだ。海ちゃんのお風呂タイムに使ってね。私のは何かな。わっ、骨付き肉のティッシュケース、モコモコだぎゃ。ランジュが選んだものよ。お肉って元気が出るでしょ。確かに元気出るよ。私のは写真立てですわ。嬉しい。この頃写真が増えて買い足そうと思っていたところなんです。あ、それ私です。みんなとの記念写真ってどんどん増えてしまいますよね。うわー、あったかそうなルームソックスだにゃ。私が選んだものですわ。いつも元気なリンさんですが、これを履いて風邪をひかないようにしてくださいね。これがあったら絶対風邪ひかないにゃ。私はマスコットキーホルダーです。かわいい猫さん。それ、リンが選んだやつ。そ
その猫さん、ふにふにって触り心地で手放せなくなっちゃうでしょ。ええ、本当に部活で使うバッグにつけますね。ランジュのはマフラーだわ。これ手作り？あ、はい、手作りです。しおり子が作ったの？ええ、ショッピングセンターで毛糸を選んで少しずつ編みました。ちょっとその編み目がガタガタなところもあるのですが。手作りなんてランジュ初めてよ。とってもあったかいわ。やはりちょっと編み目の拙いところが目立ちますね。すみません、ランジュ、別のものに。うん、これがいいわ。ランジュにとっては最高の贈り物よ。どんな高級なマフラーよりゴージャスだわ。世界に一つだけ、ランジュの宝物よ。ランジュ、学んだわ。お金をかければゴージャスだとばかり思ってた。でもそうじゃない。心のこもったものこそが最高にゴージャスなのね。今日は最高のゴージャスクリスマスよ。